冷たい雨が芝を濡らしています。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。試合が始まりました。センタリング。危なかった。コーナーキックです。さあチャンス到来。ヘディング、取り損ねた。ミドルシュート。スローインです。ボールを持たせています。折り返す。これはゴールキック。サイドに上げた。これはゴールキック。あ、失敗。がっくし。ほほほ。スペースを埋めないと。ここで笛です。前半終了。
前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。フリーにさせてはいけない。カポスト、シュート、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来、ここで打つのか、スタンド狙ってんのか、なかなかゴールを割れません。カット、主審笛を吹いた。壁を作ります。来た、これはコーナーキック。一旦戻す。さあここからどう攻める。折り返した、これはオフサイド。いやタイミングはいいですよ。ヘッドでパスを送る。出た、シュート、決まった、ゴール、エクセレントゴール。リザーブの選手が体を動かしています。スローインです。おっと、選手の交代が行われる模様です。ボールを持たせています。空中戦、シュート、マイナス方向へのパス、戦術という呪詛を解き放つようなドリブル。カーポストを狙った。1点差というまさに薄氷を踏むようにして勝利を挙げました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。